タイムシップは、スティーブン・バックスターにより1995年に発表された H.G. ウェルズ・タイムマシンの続編である。タイムマシン観光100周年のこの年、イギリスのハーパーコリンズ有形者から観光された。ウェルズの遺族が了解したため、タイムマシンの正式な続編とされている。英国 SF 協会賞、ジョン・ W. キャンベル記念賞、フィリップ・ケーディック賞、 クルトラスビッツ賞を受賞した。遥か未来から19世紀のロンドンに帰還した時間旅行者は80万2701年の未来でモーロック族にさらわれて助けられなかったエロイ族のウィーナを救うべく再び80万2701年の世界に旅立つ。未来目指して加速する時間の中で時間旅行者は太陽の軌道が変わったために季節の変化が消え、 さらに太陽が奇妙に変形し爆発するという最初の時間旅行とは全く異なる光景を目の当たりにする。到着した657,208年の未来でモーロック族に捕獲された時間旅行者は言語を操り高度な知性を持つモーロック族のネボージップフェルと出会う。彼との対話を通じて時間旅行者は前回の時間旅行とは未来が異なっていることを知る。 モーロック族は驚くべき英知と付きない知的探求心の持ち主に進化し、太陽を包む巨大なダイソン玉を建設していた。時間旅行によって未来が改変されることと、もはやエロイ族は存在しないことに衝撃を受け、タイムマシンが恐るべき破壊兵器となり得ることを認識。時間旅行者は過去に戻り、自分自身に働きかけてタイムマシンの発明を阻止しようとする。 その際に、アクシデントでネボジプフェルを1873年のロンドンに連れてきてしまう。時間旅行者と過去の彼イコールモーゼ、そしてネボジプフェルが会談する最中、新たなタイムマシンが現れる。それは、第一次世界大戦が終了せず、ドイツ帝国と死闘を繰り広げるイギリスから来た、次回高校戦車、ラグラン号だった。 時間旅行者の発明をもとにした時間改変の戦いがすでに未来で始まっていたのだった。彼ら3人は保護を名目に1938年の変わり果てたロンドンへ連行され、そこでクルトゲーデルと出会う。彼は各反応によるカロリニウム合成の際に時間旅行の原動力であるプラトナーライトの合成に成功していたのだった。ドイツ軍による ロンドン爆撃の混乱から脱出するため、時間旅行者はネボジュプフェルを連れ、試作型タイムマシンに乗り込んだ。試作型のため、途中停止ができず、プラトナーライトの効力が続く限り時間を遡った、結果、5000万年前の世界に放り出されてしまう。もはや帰還は、不可能。全く人類のいない世界で途方に暮れつつ、ネボジュプフェルと二人、サバイバルが始まるが、 それも束の間、1944年からイギリス軍が彼らを保護するために時間航行戦車で到着した。しかし、直後に現れたドイツ軍時間航行戦闘機の放ったカロリニウム爆弾によって、またも焼き缶が不可能となる。残されたイギリス軍人たちとコミュニティを築き、この地で骨を埋めるつもりだった時間旅行者はネボジプフェルから、 ドイツ軍事観光公戦闘機の残骸をもとにタイムマシンを作ったことを知らされる。すべての始まりである時間旅行者にはこの一連の結末を見届ける義務があると悟された彼は意を決し、ネボ・ジプフェルと共に5000万年後の世界に旅立つ。その長い時間旅行の最中、暁神聖に残されたわずかな人類の子孫が驚異的な発展を遂げる姿を目撃する。 またもや歴史が書き換えられたのだった。到着した世界は人類の子孫によって徹底的に破壊され、荒廃し、冷え切っていた。長い時間によってほとんど別種とも言える、知的存在に進化した人類の子孫、建設者によって保護された彼らは、究極の時間旅行へ参加をすることになる。それは、プラトナーライトと同化し、時間を極限まで遡り宇宙開脈の瞬間を、 さらに超える旅だった。本作品は、タイムマシンの続編というだけでなく、ウェルズの他の作品へのオマージュが捧げられている。プラトナーライトのネーミングは、ガツ世界最初の人間の重力遮断物質、ケーバーライト及び、プラトナーの話から取られており、時間航行戦車の描写は戦車を予言した作品と、言われる、陸の鋼鉄感を思わせる、など、ありがとうございます。